はい、今日はね、風邪を最速にね、治していくためにはどうしていけばいいのかっていうね、おすすめの方法とかね、注意点っていうのについてお話ししていきたいと思います。では、始めていきますね。はい、それではね、今日は風邪についてお話ししていきたいと思うんですけども、風邪の中でもまあね、最速で早く治すためにっていうのでね、どういうことをしていけばいいのかっていうことについてね、お話ししていきたいと思います。これ知ってるのと知らないのとでね、実は大きな差が出てきますので、まあ、皆さんがよくやりがちなことをね、ちょっとちらっとここら辺書いてみたんですけれども、ちょっとそれを一緒に見ていきたいと思いますね。まあ、風邪を、最速で治すにはって書いてますけど、どうやったら早く治せるかですよね。で、よくね、栄養のあるものをたくさん食べてねって言われる方多いと思います。これね、実はね、人にもよると思いますけども、実はね、あんまり食べない方が実はいいっていうのがあります。食事ってね、大体6大栄養素っていうのがあります。糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、あと食物繊維ってありますよね。で、メインとなるのはこのね、糖、脂質、タンパク質なんですね。糖はって言ったら、唾液なんかでアミラーゼっていう酵素によってね、これブドウ糖っていう単糖に変えていくっていう流れが実はあります。ね、脂肪なんかもそうなんですけど、こってりとか脂っこいものを食べると、グリセロールとか脂肪酸、いわゆるリパーゼっていう酵素でね、グリセロールとか脂肪酸っていうものに分解していきます。で、タンパク質っていうのも、アミノ酸っていうね、単体の物質に変えていくっていうのがありますけども、まずこれを消化って言うんですね。で、消化なんですけども、実はこれね、100%のエネルギーのうちの7割から8割、70%から80%、この消化でエネルギー使っちゃうんですね。で、栄養のあるものをいっぱい食べたらね、実はむちゃくちゃ消化にエネルギー使うから、かなり疲れてきます。ね、で、多分風邪ひいた時ってあんまり食欲ないはずなんですね。食欲ないのに、栄養たっぷりのものだ、ステーキとかなんか食べたらいいんでしょうって、ガーって食べるでしょ。もう胃もたれを起こすし、余計調子悪くなります。ね、消化にエネルギーを使ってる場合じゃないっていうのがあります。っていうので、できたらね、風邪ひいてなんかやばいとか、風邪ひきそうっていう時もそう、変に食べないってことです。どっちも、こっちですね、こっちを意識しといてほしいんですね。でも、なんか薬とか飲んだ方がいいんでしょうっていう方いると思うんです。ドラッグストアとか病院とか行ってね、薬買ってこようってする方もいると思います。これもね、どうかなと思うんですけども、できたらね、常備薬でね、普段自分がなりそうな漢方薬でもいいし、常備薬ちょっと置いといてもらえるといいんですけども、例えば、喉がイガイガするとかね、熱がすぐ出るっていう場合は、漢方薬でいけば、銀行さんっていうのがあります。喉の痛いとか熱におすすめのものね。あとは寒気がゾクゾクする場合やったら、こういう葛根湯っていうのがあります。こういった銀行さんとか葛根湯の違いっていうのもまた動画で上げてますので、それをちょっと細かくまた見てもらってもいいんですけども、喉が痛い時はこういう銀行さんっていうのはちょっとね、家に置いとくとか、カバンの中に入れておく。で、すぐ何かおかしいと思ったらパッて飲めるようにっていうので持っとくっていうのも一ついいと思います。カッコントワってゾクゾクする寒気の時にね、飲んでいただくっていうのがあるんですけども、できたらもうわざわざね、外出歩かない方がいいです。外に出歩くとね、風邪っていう邪気が体の中に入ってくるわけなんですね。で、余計に体力奪われてきます。できたら、もう外へ出歩かない、こっちの方がいいです。で、ここら辺の薬なんかも、普段のね、元気な時にちょっと常備薬でちょっと置いとくぐらいの方がいいです。もう2、3日分でいいんです。たくさんいらないからね、2、3日分でいいので、早かったらもう1日パッて飲むだけで良くなったりもしますね。っていうので、あまりもう外に出歩かないってことね。で、運動もね、しなくていいです。もう風邪ひいてる時とか、体調が悪い時とかね、女性でいけば生理中なんかもそうですね。もうそういう時に変に動き回ると余計体力消耗してね、体調崩しますから、ね、そういう時はもうゆっくり休むってことね、もう寝るってことです。
早く寝るってことね。まあ、私もまあ、ね、年に引かないね、もう 4,5 年に1回風邪引くかどうかですけど、引き始めたらなんかやばいと思ったら、まあ私、まあ、仕事6時が終わるんで7時にはもう家帰ってますよね。でやっぱりご飯食べないんですね。ご飯、晩ご飯食べずに、お風呂も入る時と入らない時とありますけど、寒気がある場合は私パッてちょっとお風呂入ります。寒気がないんであればもうお風呂も入らずにね、たまばってもパジャマとかに着替えてすぐ布団かぶって寝ます。でちょっと汗かくようにして寝ます。でその時にまあ常備薬の、まあ、喉が痛かったりとか熱があるようだったらこういう銀杏酸っていうのをパッて飲んでから寝ます。でゾクゾクする寒気があったら、まあ、カッコン通り麻黄湯のがよく効く場合が多いのでね、まあ、麻黄湯っていうのをあったかいお湯でちょっと割って飲んだりとかします。ですぐもう寝るってことですよね。もう10時間ぐらい寝ると大体回復してきます。1日で大体治るっていうのが多いんですけどね、あんまり私こじらせません。でお風呂入った方がいいのっていう、これはね実は三角なんですね。ゾクゾクする寒気がある場合はちょっと温まってもらってもいいと思います。でもお風呂入って疲れるって言ったらもうやめといた方がいいです。無理に入らなくていいんですけども、寒くて寝れないしゾクゾクするって言うんだったら、まあ、あったかいってかもう熱いお風呂にさっと入る、でその後湯冷めしないようにしてすぐ寝ることですね。お風呂入ってダラダラしててなんか湯冷めして帰って悪化したなんかっていう場合は良くないからね。で女性の場合ちょっと髪の毛長い方なんかは頭ちょっと洗うのをその日ちょっと控えてもらってね、まあ、毎日洗わなくていいからね、乾かすだけでもまた時間かかるしね、体力消耗するから、もう下半身っていうかまあね、あの肩まで使ってね、温まってすぐ出て、ですぐもう寝るっていう風にしていただいたらいいかと思います。というので、まあ、お風呂に関しては冷えてねゾクゾクする場合やったらお風呂入って温まるっていうのはいいんですけど、もう熱があるとか喉が痛いとかもうしんどいっていうんだったら無理に入る必要ないです、うん、やっぱし寝るのが一番いいからね。でというわけで、まあ、お風呂入らないっていうのもいいとも思います。わかりますかね。でここでもう一回復習ね、何が言いたいかって、もう調子悪かったら食べないってことです。実はこれ風邪だけじゃないんですね。たまたまこれ風邪でやってますけど、まあ、あの急性病とかでもそうです。であとは変に出歩くと風邪っていう、風邪って書きますけども、風邪っていう邪気が体の中に入ってくるわけね。だからもう変に出歩かないで、人混みの多いところ行くと菌をもらってきたりするから、そういうこともしないようにね。まあインフルエンザとか風邪とかほとんど一緒です、はっきり言ったらね、治し方は。であとはもう早く寝る、ゆっくり休むっていうのもありますけど、早く寝ることです。できるだけもう10時間近く寝れそうやったら寝といてほしいんです。その方が回復しますね。食べるよりも寝る方がもっと大事ですからね。でお風呂はまあ寒かったら入ってもらったらいいです。であともう一回ここ復習ですけど、まあ、食べるとこれ消化するのにむちゃくちゃエネルギー使っちゃうんですね。ここね、糖脂質タンパクなんかはね、ブドウとかグリセロールとか脂肪酸とかアミノ酸というように変えていくのにむっちゃエネルギー使います。でも食べなかったらこっちが代謝、まあ、消化の反対に代謝やと思ってもらったらいいんですけども、自己免疫力とか体力を一気に使って病気にね、あの病気の原因となるウイルスとか菌をやっつけていったりしますね。っていうので 100% こっちのエネルギーの代謝に使われますので、変に食べないってことですね。これ案外大事です。食べた方が元気になるっていう方は、まあまあそれはそれでいいかもしれないけどもね、まあ一般的にあの風邪で早く治したいっていうんだったら、もう変に食べずにね、もう出歩かなくて早く寝るってことですね。これをちょっとまあ3つのことね、やっていただけるとより早くね、体が楽になるかなと思います。はい、お疲れ様でした。わかりましたかね。ちょっとね、難しかったよっていう場合はまたコメント欄にね、こういうとこちょっともうちょっと詳しく教えてほしいですとかでいいのでね、また書いておいていただけると助かります。またよかったらグッドボタン押していただければいいです。であんまり良くなかったよと思ったら良くなかったボタンを押してもらってもいいですのでね。であとまたね、毎日更新できたらいいんですけども、まあ、できない時もあるので、チャンネル登録ね押していただいた隣にベルマークボタンがあります。そこを押しといてもらいますと、私が動画アップした時にね、毎回見逃しのないようにできるかと思いますので、押
していただけたらと思います。ではまた失礼いたします。さようなら。